きのう豊橋南高校を訪れたのはパリオリンピック陸上男子 4×400m リレー代表の吉津拓郎選手と 400m ハードル代表の小川大輝選手です。2人は母校の後輩たちからエールを受けパリオリンピックでの活躍を誓いました。日本で、メダルを取ったことがないので初めてのメダル目指して、力を尽くしていけたらと。改めてたくさんの方に応援されているなというのも実感しましたし、もっと頑張らないとという気持ちになりました。ずっと目指してた目標の舞台でやっと走れるというのですごく嬉しく思います。